疲れ様です。お疲れ様です。保険を売るためにということではなくて、とにかくそのくらい忽那隼人さん、プルデンシャル生命でトップクラスの営業成績を上げているエグゼクティブライフプランナーだ。トップ営業パーソンとして男性誌に登場するなど、その活躍は目覚ましい。しかし、ライフプランナーとしてのスタートは決して順風満帆ではなかった。営業成績が一番だった、スポーツでトップになったっていう方がプルデンシャルに皆さん入ってくるんで、自分は一番のもの何も持ってなくて、自分はできない、営業ができないんだっていうことを認めるところから始めたのがスタートだと思います。プルデンシャル生命はフルコミッション制、さまざまな業界のトップ営業が転職し活躍することで有名だ。カリスマ転職エージェントとして知られる森本千佳子さんは、プルデンシャル生命の営業力をどう見ているのか。仕事に対してのロイヤリティが本当に異常に高いっていうんですかね、大義とかミッションみたいなものをもう疑いもせず持たれていて、自分が誇りを持ってやれている。そんな高いレベルの中、忽那さんは見事這い上がり、トップ営業の仲間入りを果たした。忽那さんの凄さはどこに。聞き出す能力とか話を聞く能力ってやっぱすごいなと思います。忽那さんはどうやってトップ営業になれたのか。営業力を高めるプルデンシャル生命の秘密に迫った。忽那さんの前職は広告代理店の営業。5年半経験を積んだ後、営業の高みを目指してプルデンシャル生命に転職した。そしてこれまでの営業の概念を覆された。営業というのは天性のものでやってるんじゃないかなって勘違いしてたんですよね。生まれつきのコミュニケーション能力とかですね、生まれつきのこうイケイケ感というかですね、でそうではなくて、実際には人の話を聞いてきちんとその咀嚼をして、相手ができないことを代わりに自分たちのサービスや商品で提供すること、再現ができるものなんだなと。営業とは相手の課題を見出し、それを解決すること。忽那さんはこの気づきをきっかけに変わった。さまざまな課題に対応できるよう、法律や税務などの専門知識を習得。最近は専門家を招いて勉強会も主催している。やっぱりある種専門家というかですね、頼られるような形のライフランナーのあり方っていうのを考えてやってきたつもりなんです。で徐々に徐々に結果が出てきて、結果が出てくると人からこう頼られたりとか愛されたりだとかして、だから本当にこう 5年ぐらいじゃないですかね、5、6年ぐらい営業というのが楽しいなっていうふうに思っていました。忽那さんが成長できたのはなぜか。おお、久しぶり。エグゼクティブライフプランナーの間々田正一さん、社歴が6年先輩で、忽那さんが入社した当時からトップクラスの成績を上げていた実力の持ち主だ。営業っていいなって思い始めたのが間々田さんに教わってからなんです。間々田さんは当時の忽那さんの悩みを鮮明に覚えていた。実際に売上を上げなければいけないっていうことと、それがお客様のために本当になっているかって深く考えてた。そんな忽那さんに間々田さんが送った助言は、まず大きく教えたのは、一つはお客様に会うことで、ここまではもう営業なんですと。ただお客様が一旦席の向こう側に座ったら、そこから先はもう営業じゃない。お客様の話を聞いて、お客様が思い描く人生のビジョンとか、何を大事にどういう価値観でこの人が生きてるかってことをもし見つけられて、それをお客様と共有できれば、その解決策として生命保険という商品を一つの解決策として販売する。でこういうふうに生命保険の営業というものを捉えられれば、それは本当に豊かな仕事で、どうしても日々お客さんに保険を売るんだという、まあ、定義になってしまうっていうところを少し変えてもらったというかですね。間々田さんの背中を追いかけ、じりじりと成果を上げていった忽那さん。転職から10年、間々田さんと同じ営業の最高職位へと上り詰めた。
間さんも今では師匠の立場。同じ支社に所属するライフプランナーの松原さんは忽那さんを師と仰ぐ一人だ。なぜ忽那さんを師匠に選んだのか。最初からこうスーパースターだったっていうわけではないっていうイメージがあって、知識を磨いてこう人間性を磨いて今の実績を作られているので、一言で言うとすごいかっこいい存在で。プルデンシャル生命には先輩が後輩の成長をサポートするマイスター制度があり、後輩は自ら師匠を選ぶことができる。先輩は自分の時間を割き、これまで培ったものを余すところなく伝える。この日は月に一度の勉強会。担当の松原さんが実際の商談事例を発表し、忽那さんをはじめ参加者が改善点を指摘する。定年後再就職で単身赴任となる男性への提案。もう4月から会社を移ります。二重生活が始まるわけですね。お子さんたちにお金の気を使わせたくない。松原さんのプランに目を通す忽那さん。参加者の意見が飛び交う中、黙ったまま松原さん思わず、最後改善点とか教えていただければと思います。新しい職場でさ、はい、団体定期とかはない？そこは確認できてないですね。してあげた方が親切だと思うよ。あと死亡退職金の規定とかさ。あ、新しい職場でもってことで、うん、で保険を販売することを前提にするんじゃなくて、やっぱりきちんとその人が不安なくすっていうことが目的だっていうんだったら、相手が気づかないようなこととかを気づいて差し上げるのが大事だと思うんで。はい、ありがとうございます。ライフプランナーはお客様に高いクオリティのサービスを提供するため、会社の教育プログラム以外に自主的な勉強会を開く文化がある。フルコミッションで働く彼らがなぜ自分の時間を仲間のために割くのか。今の我々のこの環境っていうのは、大体先輩たちが作っていただいた中で今のこの環境があると。それを当たり前に思うんではなくて、この環境をどう今から作っていくか。でそのためには自分自身の知識も出すし、仲間の知識も出すことによって、全体のレベルが上がることによって、それをまた自分のレベルが上がっていくと。ライフプランナーは他社から営業セミナーを依頼されることも多い。営業力が認められる会社になれたのはなぜか、忽那さんに尋ねてみた。お客さんを愛しなさいって言ってくれるところが今までなかったなと。ただ面前のお客さんとその周りを愛し、そのためになることだけをやりなさい、それだけをやっていけばいいんだよっていうのを会社が言ってくれて実践させてくれるところってなかなかないと思うんですね。愛するなんて言葉を、はい、言えるっていうことが、いや恥ずかしいです、今でも恥ずかしいんですけどでもそれが一番しっくりくるなって思います。一見個人プレーのように見えるライフプランナー、しかし彼らを成長させトップ営業へと導いているのは、揺るぎないミッションと研鑽し合う文化に他ならない。